どうも、サクチャンネルのお時間です。今日はね、こちら原宿に来ております。ユニクロ原宿、今日はね、サクチャンネル初の、今日すごい気合いというかめっちゃ声が出てますけど、初の、コラボということで、タンポポ川村さんです。どうも、タンポポ川村です。よろしくお願いします。いいね、今日はありがとうございます。川村さんに、はい、僕のコーディネートを、川村さんの好きな男子のコーディネートをしていただくということで、はい、いや楽しみだな、ね、何でも似合いますよね。そうですか。多分何でも似合いますよ。じゃあちょっと、はい、今からやっていきたいと思います。行ってきます。行ってきます。じゃあ桜井さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、岡村さんが本当に思う、はい、自分好みの男子の格好でいいんですよ。自分好みのスウェットとかも着てほしい。あの部屋着のスウェットとかもめっちゃ好きなんですよ。はい、2個もいいんですか。え、1個です。あ、1個なんだ。1個です。なんだよ、一押しの。もう、まあ、デートでもいいですし、まあそうだ、デートですね、はい、理想だから。理想の、はい、どうした、何でも似合うんです。ちょっといろいろじゃ着てみてほしい。あ、もう思ってるし、これのカメラ。どう似合う似合うおい、みんな似合うぞお店開店前だからいいんだぞー。確かに写メ撮っとこ う。あ、似合う似合う。あ、確かに。でも待って、桜井さんいつもカメラあっち。あ、そうだ映って撮ってる気持ちになっちゃった。桜井さんいつもシックじゃない、黒。どっちかっていうとワントーンが多いの、うん、じゃあどうしよう。え、どうしよう。こういうのも似合いそうだよね。あ、そうだ。あ、かわいい、かわいい。親戚のお母さんに服やってもらうみたいな気持ちなんだけど。同い年。ほらほら、あ、パンツってどこです。あ、ちょっと待って、赤もいいじゃん。あ、かわいい、似合う。あんま、これキープしよう。キープダッフルね。あ、ダッフルね、はい。あ、かわいいね。全然中決まんないじゃん。かわいいね。かわいい、かわいい。これも入れとこう、ちょっと。はい、じゃこれ置いて、あ、でもいいや、入れとこう。入れましょう、入れましょう。はい、どうしよう。パンツは？じゃあちょっと急ごう。急ぎましょう、桜井さん。楽しい。あ、パンツもあるよ、桜井さん。パンツはね、見えないから。パンツどう、これ。かわいいじゃん、かわいい。パンツ。これどうでしょうか、エアリズム。でもエアリズムいいですよね。履いてます。履いてます、履いてます。僕撮影のエアリズムはね、パンツもいいじゃん。あ、黒がね、やっぱ外に出ないから。うちにね、10枚ぐらいあります、ね、あらまあ、はい、桜井さんはこれ履いてます。はい、それ履いてます。楽しい。なにこれ。コーディロイがいい、かわいい。桜井さんがいいから、かわいい。どの色にしようかな。人が悩む姿っていいですね。どうしよう、無責任だから。はい、じゃあ、はいはいはい、このパターン。あ、かわいい。でも違うかな、どうこういくのか、うん。あ、難しい、なんかちょっと、うん、違うかもしれない。どっちがいいと思います、ユニクロさん。そっか、あ、上もね。じゃあ、両方着ますか、これ、ね。はい、いいですか、はいはい、先生。これも着てほしいな。あ、かけてほしい。かっこいいよ。助けてください。わ、やばい、ここは種類が多い。かわいい、かわいいよ。すごい着心地がいいです。買ってあげたい。ダッフルがいいかな、ダッフルかな、やっぱり。ちょっと待って、これは、はい、こっちピーコートね。うわ、ピーコート学生時代思い出すな。ピーコートは学生時代思い出しますね。そうですか。はい、着てませんでした、みんな。流行ってたかも。流行ってた、うちらの頃。そうですね。悩む、かわいい。で、好きなのはこんだけど。あ、そうですか。でも、ファッション的に黒だっていうのはわかる、頭で。わかる、うん、すごくわかる、言ってる意味すごくわかる。黒で、黒の方が絶対かわいいと思う、うん、ね。あくまでも、神奈川さんのお好みが。そんな難しい。難しいよ、どうしよう。
それかチェスターコートにして上パーカーにするかね。中から変えてくる。中パーカーここに来て変えてくる。いいよ全然。いやでも全然いいです。どうしよう、全部素敵。いやでも黒に黒じゃな寂しいよね。紺のがいいかな。やっぱ紺にする。紺にします、うん、はい、紺にする。じゃ紺にしましょう。赤も可愛いね。まあ、ネイビーとこの赤の組み合わせはね、したら下黒のがいいかな。なんかもっとズボンある気がする。あ、でも赤が強すぎるんだ。うん、こうしよう。決まった。可愛い。もう全部似合う。何でもいいんだよね、合わせて似合うからねえ、はい、ちょっと 巻くから。はい、いっぱいあるじゃん。あ、かわいい、かわいい。あ、かわいい。あ、でも、かわいい、合うと思う。合う。あー、やりすぎちゃう。これにします。うん、そうですね、はい。よし、じゃあ、こんな感じで。お願いします。はい。桜井さんに来てほしいデートのコーデが完成しました。桜井さん。はい。センスいいね。嬉しい。なんだろう、僕は撮影で着させていただくコーディネート、うん、結構こういう感じあるかも。でもすっごい可愛いです。なんかやっぱさすがモデルさん、この似合ってくれる、着てほしい服が似合ってくれるのはやっぱさすがモデルさんだと思います。可愛い。ダッフル買ってあげたい。本当よかった。ダッフルをあんま持ってないから。しかもこのダッフルいいですね。なんか人にコーディネートしてもらうの楽しいです、ね、本当ですか。マジで1週間分ぐらいやりたい。本当あとじゃあいやかける6ね。はい、いい、やってもらっていいですか。ちょっとでも1日あのあれでしょ、フリースの人があるんでしょ。あります。フリースもめっちゃ似合うのよ。ありがとうございます。いや、こちらもありがとうございます。これも実は桜井さんに選んでいただきました。エンディングで急にね、川川さん衣装変わってますけども、はいはい、こちらのおかっぱチャンネルの方で僕が今回あの川川さんを自分好みにコーディネートさせていただくのでやっていただいたやつのところ、家庭はね、ぜひおかっぱチャンネルでお願いします。ご覧ください。ありがとうございます。ファンのみんなにだからなんて言ってほしいかな。なんて言ってほしいかな。一緒に白鳥ボート乗ろうって、ちょっとカメラでお願いします。いいですか、私も聞きます。はい、お願いします。どうぞ。一緒に白鳥ボート乗ろう。乗るー乗ります。恥ずかしいから。白鳥ってあんまそういうテンションで喋ってない。そうなんですか。恥ずかしい。見てる方も桜井さんにこんな格好してほしいとかもしあったら、あのね、どしどし、あのお願いします。あ、そうですね、メッセージ。それをおかっぱチャンネルで再現します。本当に今日はありがとうございます。 ありがとうございました。本当にお邪魔させていただいて、ね、ありがとうございます。じゃあちょっと白鳥ボート乗り行きます。行きましょう。行きましょう。はい、ありがとうございました。どうも、また。